はい、それでは、サイタちゃんの芸術力を上げるべく、今回芸術性のあるような人の人ん家に行って、あれ？ちょっと待って、あれ？芸術性の高い家に行ったんじゃないの？あれ？あ？どこで休んじゃってる？あれ？ここやね。ここ。あ？あ、そうだよね。この人たちのとこに来たのに、なんで君はここにいるんだ？サイタちゃん？ちょっと待って、サイタちゃん、今どんな感じ？サイタちゃんどんな感じ？大丈夫だよね、サイタちゃん。家に帰る？帰りたいか？そんなことないよね。これだよね、芸術について話す。これをしたいんだよね。ジェイ？それはいいか。ちょっと待って、他の人たちなんか怒ってる人たちみんな家にいるか。もう、一家はほっといて。ジェイって誰？ジェイも、じゃあ誘って、学校は終わ、ん？学校休んでる？あ、違う、今日日曜日だから OK。つまりこれだね。アクティビティテーブル。もう、ひらめいてあるね、2点か。絵描けるの？そもそも。絵がさ、まあ、ちょっと待って、じゃあ、一旦、5寸地、5寸地。ここまで、ここにさ、ゴス、この人たち、まずみんな自己紹介しないといけないのか。誰が芸術性ありそう？芸術性ありそうな人誰だ？いなくない？とりあえず、一旦この人に。あ、なんかすごいいっぱい話そうとしてるから、ちょっと待って、一旦こうして、じゃ進めてみよう。こっち来る？ちょっと来ない？ちょっと待って。サイタちゃんどこにいる？ここにいるよね。ここに、ちょっと待って、サイタちゃんを、ここに移動して、来るかな？あ、来るミラクルでしょ？この人も。一旦自己紹介して。この人芸術性あり、ないか。ガブリエルは。どうだ？あ、ここにいる。あ、いる。この人に芸術について話すがあるじゃん。自己紹介なんかに。この人に芸術について話そう。よしよし。いいんじゃない？ちょっと。どうも。芸術について。サイタちゃん。いいね。いいんじゃない？で、こう友達、フレンドリー、面白い。フレンドリーで面白い。何面白い？なんだ、面白いって。芸術について話そう。待って、フレンドリー、また面白い人たち、関係を向上させましょう。関係を向上させる。夢について話そう。関係向上させてない？どう？名前を呼ぶ。あ、関係向上してるんじゃない？面白い。変顔。何？アニメキャラの言葉を引用する。なんか、ダメだ。なんか下がったぞ。よくない。なんだ？何がいいんだ？関心事について。関心事について。いいんじゃない？よし。いいんじゃない？笑ってる。おお、みんな上がってる。いい。いい感じ。ディナの仕事。言ってくれるでしょ、ディナの仕事ね。ディナは言ってくれると思う。名前を呼ぶ。名前呼んだらダメだった。盛り合ってる。ちょっと待って。どう？変顔しよう、変顔。変顔してみる？変顔どんな顔？変顔。元からそんなにね、面白い顔してる。あ、変顔してる。変顔した。学校に来た。どこ行った？あいつどこ行った？なんでベンチに来たの？ここに移動する。ここに来て。ほら、ダメだ。なんでベンチに来たがるの？
チェイと、もうちょっとダメだな、それが謝罪する、謝罪する、なんか悪いことしたのかな、一旦謝罪してみる。あ、電車が通ってる、路面電車。なんかしたの、夢について話そう、なんか電話してる。プロンベア、ホンフェチュー、サーダー、シューサー、ジューセルポイブボー、芸術について、どんどん芸術について話そう。これで芸術性だいぶ上がってきてんじゃん。絵を描く、あ、今一瞬目が、関心事について、このジェイと仲良くなろうとしてる。お、なんか社交スキルが上がった。これは、芸術を称賛するって言った。またベンチって、あいつ芸術を称賛する。じゃあ美術館か、美術館行くか、美術館、美術館行こう。出かける。ね、ジェイと一緒に、あ、ジェイと一緒に、なんかみんな行くか。みなはるはほっといていい。出かけよう、みんな。美術館行こう、美術館。美術館、美術館、どこだ、美術館、ここだ。よし、行こう。今日日曜日だからね。遊びに行って芸術性上げて、で、絵を描く、描きたいんだけど、絵をどうやって描けばいいんだろう。よし。よし、みんな。よし、みんな。芸術について話そう。みんな芸術について話せる人？そんなことはない。あ、でも話せる。で、なんか称賛するってあってるね。不満？なんで不満？疲れた。ちょ、称賛、それ称賛。称賛する。一緒に称賛する。みんなで。よし、称賛、称賛。ジェイがいる。ここ誕生日パーティーを開いた。その後がある。これなんでここにシャワーしたんだよ。これ誰だよ、君は誰だ。リアム。お、みんなで一緒に称賛しに来た。称賛しに来たぞ。一人入れない、入ってない。あ、疲れたか。あ、いいね、いいね。どんどん。これフレンドリーがまだダメだな。フレンドリーがまだダメ。問題を訴える。なんだ？なんでだ？学校について話す。なんか不満をかつってあるんだよな。ちょっと音楽うるせえな。変顔、変顔は聞いた。変顔は聞いたよ。チェイは変顔で笑ってくれるよ。で、寝たいでしょ。これはまだ芸術について話す。教師についてジョーク。ちょっとジェイ待って、ジェイ待って、ジェイ。あ、なに、この曲はコミュ、 S ポップが嫌い。家で S ポップ流してるけど、まあじゃあ仕方ない。じゃあ家では違う歌をやろう。芸術について、芸術なんか自問自答してる人おる。なんかこれ子供じゃない、おしゃべりやめて。ちょ、この子同級生っぽくない？子供だよ、ほら。この子。ちょ友達になろう。あ、片付け。ジェイが誕生日の後を片付けてくれてる。あれ、どこ行った？よしよし、来た。よ。ちょっと怒ってる。なんだその歩き方。このこと、夢について話そう。夢について、芸術についても話せる。いいんじゃない？どんどん上がってる。芸術について話そう。お、いいね、いいね。芸術、芸術。S ポップについて文句を言ったら、でもこの子がもしかしたら嫌いかもしれない。ハグしてみる？あ、なんかマイナスになった。なんでだ？謝罪する。ごめん、なんか怒ったな、この子。ごめんね、なんかごめん。落ち着かせる。
怒ってる、なんでだ。とにかく落ち着かせよ、もうどん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 、何ひどい状態。あ、これ、これが、これ消せ、うるさい。落ち着いて、落ち着いて、ちょっと邪魔。なんでもって、ごっこ遊び。あ、なんかマイナスになってくる。ハンドオブザーだ、そんな時は。ハンドオブザーをやれば仲良くなれる。いいねいいね。スキルレベルがどんどん上がってくる。もう6時か。夢について話そう。ふざけ回る。ふざけ回るってどういう感じ？今夢について語ってるね。警察官になりたいの？サイタちゃん、違うでしょ。なんか遊んでる。何の遊びだそれ。楽しそう。なんか流行ネタの披露。なんだ流行ネタの披露って。称賛したがってる。称賛。一緒に称賛しようぜ。もうダメ、限界。問題を訴える芸術じゃん。なんかさ、ジェイとさ、あんまり良くない。あ、ジェイとジェイと芸術について話す。称賛してんのこれ今。もう称賛いいよ。ジェイと話して。ジェイと、なんか良くないか。いたずら、あ、ハンドブザーできないんだ、大人だから。もう限界か。ネピヤカブー、カジパノーク、ムスカトリー。いい具合？大丈夫。何が好きなの？今何が流れてんのこれ？何の？なんだこれ、これ何の曲だ、何が好きなんだ。なんか次いっぱい集まってきたぞ。帰るかみんな。ちょっともう限界か。限界だな。家に帰ろう。家に帰るはどうやったらやんだ。家に帰ろう。よし、これで家に帰ってご飯食べ、じゃあ寝てからご飯食べるか。みんなありがとう、これで芸術性が上がったよ、だいぶ。多分ね。でも絵を描くって、子供のシムに絵を描かせるってちょっと調べた方がいいかな。シム。絵を描く。子供絵を描くっていうのがある。子供に絵を描かせるためには、どうしたらいいんだ？これそのうち勝手に家に帰るよね。何が必要？何が必要なんだ？アクティビティテーブルってなんだ？待って、アクティビティテーブルがあれば作れるらしいんだが、あ、踊ってる。アクティビティ、ちょっと待って、アクティビティテーブルって何？これ違うの？アクティビティテーブルってなんだ？どれだそれ。子供部屋？子供部屋か？子供部屋？これはデスクだよね。子供部屋で、これ？デスク。アクティビティテーブル。アクティビティ、そんなものあるか？ひらめきデスク。これ、とかじゃないの？絵じゃないのか、これ。アクティブ、何？アクティビティテーブルって。どれそれ。ちょ
待って、アクティビティテーブルとはだよ。ちょっと待って、どう？アクティビティテーブル。なんかあるな、絵では。アクティビティテーブル。各種。アクティビティ、ちょっと何回言うんだ、アクティビティテーブルは。ちょっと待って、一旦ストップして。持ってたりする？アクティビティって。持ってないよね。持ってないよな。アクティビティテーブル。やっぱ子供部屋の。これ？ちょっと待って、この、さ、アクティビティって。これか？このテーブルのことか。子供用の。それか、違う、それか、普通のテーブル、どこだ？普通のテーブルどこ？これ、同じ？どれ？これ子供の勉強場として最適です。これじゃない？これをとりあえず置いてみるか、じゃあ。で、置いてみて、で、ここに、違う？なんか絵を描く道具が必要？もしかして、ちょっと机ある。デスクがありすぎだよね、ちょっとね。まあまあまあ。なんかある？絵描くための何かが。絵を描くための何か。インドア用品か？違うそう。これの中に何かある？絵画の、これか？これなのか？この大人のやつじゃ描けないよね。間違えた。これでしょ、ほら、所持品に入れるになっちゃうんだよな。ほら。で、ここ、あ、椅子がない。椅子、とりあえずの椅子。どっかない？とりあえずの椅子。ここも子供用の椅子置かなきゃダメか。ちょっと待って。子供用の椅子。これ？これね、チェア。あ、別に子供用じゃなくても OK の感じ？これ。別に、大人じゃないと座れないみたいなないよね。みんな座ってたよね。普通にね。っていうことは、一回、あんまりみんなこれ座らないから、これを、置けない。なんで置けないんだ？ちょっと待って、これが邪魔か？宿題をここに、宿題を置いて、とりあえずね。これが、あ、OK。で、こう。で、宿題があっちこっちにあんな。何をするんだっけ？ディナールここで寝るでしょ？まず寝る。こっちで寝てもらって。あ、違う。あ、サイタちゃんはこっちでいいのか。サイタちゃんはここ、違うな。サイタちゃんはこっちで寝て。で、絵を描くためには、何が必要か、もうちょっと探索しよう。絵を描くためにはデスクでしょ？これをこうクリックするとこう出てくる。子供用の絵描きグッズみたいのがある。違うよね。ドリンクじゃないな。これか？これタブレット買ってみるか。これ子供でもいけるんだよね。これいける感じだね。これをここに置いてみる。これ、宿題が邪魔になってくる。こうして置いとく。置いといてみよう。で、もう一回、ごめん。で、パソコン。これか！幼児のみ、あ、でも幼児じゃないもんな。あ、こっちか。これテレビゲームか。壊れないってすごくない？これ。
絵画ポスター、絵画ポスター、これか。ちょっと待って、絵画ポスターがあった。これのなんか書くやつない？書くやつ、書きます、私が自ら書きます、色鉛筆みたいな。ないじゃん、ないじゃん、ねえ、ないじゃん、え、ないじゃん。ガラクタ、歯ブラシセット、こういうのの色鉛筆、ペン立てがあればいけるみたいなのある。これも違うよな。絵画グッズ、絵画グッズない？絵画グッズ、女性用の香水、こういうの置いといてあげる、楽しさが5になる。何これ、これさ、ちょ、こう置いとくのありじゃない？待って、やばい、どんどん金が減ってく。まあいいか。で、書くやつ、こういうのがないとダメ。わかりませんね、わかりません、わかりません。これはもう賞賛これも賞賛できるの？じゃあ寝よ、ごめんごめん、寝よ。まあ8時だもんね。移動スキルが4になった。すごいじゃん。ちょっと寝るね、俺。トイレもダメ？トイレも限界？嘘。あー、トイレも限界か。でも先に寝た方がいいか。よし、何やってる？空腹じゃあ、なんか作りな。あ、ダメ、違う。なんかおむつじゃない？なんか汚くない？間違えた、間違えた。これさ、おむつ用意せば、お風呂に入れる。お風呂に入れてあげないとまずくない？お風呂、お風呂、うん、汚いもん。お風呂入れてあげよう。これアイザックサイトをお風呂に入れれば解決する？この臭いやつで。あ、不愉快な環境、汚いのか、いろいろ。あ、もう汚いか、こういう。あ、これがいけない。風呂入れたらなん、どうなった？ロマンチック、おもちゃで遊ぶ、おもちゃで遊びたい、おもちゃで遊ぶ、いろいろあれだな。ちょっと進めます。ん？何？メインディッシュが届いてない。リナは名士の大きなパーティーでケータリングを行っています。すべてが順調だと思っていたその時、リナはメインディッシュが届いていないことに気づきました。彼女であれば即興でどうにかなるかもしれませんが、何もせずに気づかれないことを祈るというのもありかもしれません。え、メインディッシュ作るでしょ、そりゃ。あ、なんだこりゃ。もうお前らもう帰れ、そんな客は。読みますか？何これ。ディナは、ちょっと待って、ストップ。ディナはバブルガムや釣り糸や脱脂麺はやめておくべきでした。どんな料理出したんだよ。何、ガムと釣り糸と脱脂麺を出したの？バカなの？ねえ、ディナ。招待客もからんとも速攻、ん？即興料理は大嫌いです。いや、これ誰でも無理だよ。ディナ、お前これ出されたらダメだろう。え？どうなっちゃった？どうなっちゃった？どうなっちゃった？トイレ大丈夫だろう。笑ってる。モップがけして。モップがけしたり、こういうゴミを捨てたりして、いろいろ。ちょっと環境をまず整えようか。まず環境を整えた上で、もうずっと踊ってるけど大丈夫かな。アイザックサイってさ、これできないの？この、これ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 。宿題じゃなくて。あ、なんだろうしかできないのか。じゃあタワーを作ってみよう。もうそろそろね。そういうのできるでしょ？よし、頑張れ頑張れ。ゴミ捨てて、ここも、ちゃいちゃいちゃい、ここ
ここも綺麗にピカピカに磨こう。まずはね、まずは掃除。これはもう、あ、ピカピカには磨いてる。これもダメになりました。じゃあ飯作ろう。飯ガーデンサラダ、なんかすごいやつ作る。特区作ろう。なん誰が来たぞ。あ、ジェイじゃん。ジェイじゃん。ちょっと待って、ジェイだから起きれる。あーと、とりあえずジェイ、まあジェイはちょっと、あー早送りしちゃった。まあいいか。いや、遊んでてもらって、ジェイはどうしようか。ジェイは友好的な自己紹介する。入っておいで、ジェイ。サイタちゃんの友達だもんね、ジェイは。ちょっと今、飯作ってかなってて、飯作ってな。ちょっと、早送りしよう。飯作って。おいで、入っておいで。あ、帰っちゃったか。いや、帰らない。よしよし。帰らないで。自己紹介、うん、そうそうそう、ご飯食いながらでもいいよ。うん、ご飯食いながら、食いながら本当に食いながら自己紹介しよう。食いながらの自己紹介。あ、そうそう。で、ネピヤカブーカーゼパノーク、ウィスウ。ゲームについて話す。ゲーム好きだもんね。いいな。ああ、起きてきた。トイレだね。大丈夫？そんな攻めて。戦略のところ。退屈なの？なんで？楽しい活動を進める。もうここはもう話しててもらおう。なんで恥ずかしいの？あなかったり、なんとも気まずい会話。そうなの？自学ギャグやるじゃん。飯食ってちょっと、じゃあ、サイタちゃんはトイレに起きただけかな？まだ体力が。でもご飯も食べたいね。軽食を取る。サンドイッチ食べよう。サンドイッチ食べて、芸術人って話したがってる。お、賞賛、うん、賞賛か。あ、間違えた。椅子間違えちゃった。何だった。芸術を賞賛する。あ、誰、サイタさん来た。サイタさん、切るぞ、こいつ。おい、サイタさん。父ちゃん、何やってんの、父ちゃんが。父ちゃんがダメだ。これできる？宿題。父ちゃん何やってんの？父ちゃん片付けて、自分でやったことは。で、称賛しながら。ジェイと仲良くしたい。ジェイとか、あ、どこにいた？と話そう？信じられない話をする。称賛しない。飯食いながら称賛してるよ、これ。なんだ、何かが食べ物を食べるか。芸術について話そうよ。ちょ。芸術について話できない？そこ壊れてるって。ちょっと、サイタさん直せないの？あ、この子、あ、浮いてる。こう、笑ってるぞ。やばい、みんなびっくりしてる。浮いてる。ちょ、これあれだな。もう、そろそろ、追悼する。追悼した方がいい？これ。ちょ、待って、その前に。ちょ、待って、ストップ。あ、現れた。ちょっとなんか、ジェイもびっくりしてる。信じられないことが起こっています。父ちゃんが帰ってきたぞ、家に。父ちゃんが信じられない話見た。これが今動いたんだよって。めっちゃテンション上がってる。
ちょっと待って、どうしたどうしたどうしたの、見えてる。で、世界に受け入れるって。迎え入れるか。サイタちゃん、世帯に。世帯に迎え入れよう。ダメなの？もう一度、もう一度。これさ、もう、あの世へ送るって嫌だもん。嫌だもん。でも、サイタさんのためにはあの世に送ってあげることがいいのか？このタイミングでするのか？そうだよな。そうするか。踊ってんな。いや、このままいてもらおう。守ってもらおう。ちょっと待って、いろいろどうしたらいい、どうしたらいい？敬意を表しよう。あ、サイちゃんコーヒーやってくれてる。やってくれてる、あれ？あ、間違えた、違う。なんか誰がチンした？なんかチンした？あ、なんかいるの？モンスターいるの？ちょっと待って。サイタちゃん、そういえば宿題してなくない？あれ、宿題したか。したのか、宿題。宿題終わってる？これ宿題。宿題これダメ？こっちに入れるか。あ、ちょっと修理。あ、逃げてった。どこ行くの？あ、寝たな。最初に寝たな。だって宿題やった？うわ、なんかすごい01の配列。小学校の宿題じゃなくて、普通の宿題は？これ、あれ？普通の宿題どこ行った？普通の宿題、これをちょっとこうして。なる、宿題やんなきゃダメじゃない？宿題。うわー、動いてる。すごいこと、ポルターガイストすぎる。ここ置いちゃったけど、これする？ちゃんと宿題。あ、やりそう。よかった。あぶねえ。宿題やって。ちょっと。OK。宿題やって。ここにも宿題ある。これは。そんなに宿題いっぱいやんなきゃダメか。まあいいか、これも宿題やるにして。話してんのこれ。ちょっと待って、ディナさ。ディナ疲れてるか。まあこれ故障してても仕方ないか。多少。これ入れ替えるか。入れ替えよう。よし。入れ替えて、OK。あ？パソコンやってるの？アイザック、サイダー。おむつを使う。本を読もう。本読める？本を見る。絵本見よう。うん、絵本見て。そこで見るのかい。まあ、いっか。ここで見てても。起きた？よし、起きたから、水飲みに行くか。あ、幽霊。ゴーストに驚かされる。あ、ちょっとこれも壊れてる、修理できる？なんかシムなんとかアートを監修、あ、アートを監修しよう、ここで。驚いてるなぁ、これダメか？でもないな、これ、ちょっと待って、宿題、OK、今日の宿題終わった。なはる、今日の宿題よかった、終わった。で、この宿題は、そうか、じゃあ、所持品に、特別課題をもうやろう。頭があまり良くないって言われてるから。よし。で、いろいろ、斉藤さん、運動してるわ、トイレで。
で、いろんな、今静かになったね、いろいろね。何、アイザックサイトの、おお、いいね、いいね。本読んでるからか。もう恐怖におののかされてる。ちょっと待って、恐怖におののかされちゃった。ついにあれかな、やっぱり。よくないよね。やっぱ斉田さん。斉田さんも疲れちゃうよね。ちゃんと眠れるようにしないと。特別課題をやってるけど、間に合うかな。学校何時だっけ ?8 時か。間に合うかな ?8 時までに課題。間に合うか。ちょっと早送りして。話しながらやってても大丈夫か。あ、間に合いそう。間に合いそう、間に合いそう。1時間後に始める。間に合いそう。なんとか、なんとかかんとか間に合いそう。特別課題も。OK。よし、終わった。OK。特別課題終了。で、で、衛星がまずい。でももうこんな時間だから無理か。こんな時間だから無理だ。どこ行くの？どこ行くの？遊ぶのか。遊ぶ時間ある。あと5分で学校だよ。学校、学校、学校行って。はい、学校に行く。学校行く、学校行って、学校行って。よしよし。で、アイザックサイーター、飯、アイザックサイーターの飯。ちょっと起きろ。ティナ、ティナ起きろ。ティナ起きろ。飯、飯、飯、飯だ。世話。食べ物あげよう。食べ物あげて。恐怖におののいて、ちょっと、ダメか、みんな帰ってきたら、あれか、ついに、あ、で、これ直さないと。これ直さないとね。あ？何緊張してる？ご飯だよ、ご飯、ご飯、ご飯。ご飯、ご飯。ご飯、ご飯。何、何、どうしたの？昇進を勝ち取る。なんかいろいろだな。コーラ、バーをクリックしてドリンクを作る。違うじゃん、違うじゃん。あ、やっちゃったな。おむつ替えよ。ちょっとちょっと、どうして？どうして言うこと聞いてくれないの？楽しさがないからか。じゃあゲームを、ゲームやろ。ゲーム、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 ゲーム。楽しさを上げるにはさ、あ、でも先に。あ、自分も、自分もか。忙しいな。でもまずおむつ替えてあげないとまた汚くなっちゃうから。え？行ったり来たりじゃん。チャンピオンのようにしょんべんだ。違う、違うでしょ。チャンピオンのようにしょんべんして、その後に、よし、これで OK。楽しさ、楽しさってこれで上がらない？え、寝たいの？あ、怒ってる、怒ってる。あ、寝たいのか。空腹だし寝たいし、どっちだよ。どうしたらいい？ご飯、ご飯だよね。ご飯あげて。お願いだから。あのゴーストに、ゴーストになった下をクリックして喧嘩？ああ、みんなやっぱあれか。やっぱゴーストは、だとみんなあれか。斉田さんだってならないか。ちょっと食べ物あげて。よしよしよし、いいぞいいぞ。 OK。 あ、え、何？クラスプレゼンテーション？何？ディナハルはクラス全員の前でプレゼンを行わなければなりません。彼には先生の要求とは違うかもしれませんが、プレゼンを盛り上げるための素晴らしいアイデアがあります。彼は全力を尽くしてプレゼンを輝かしいものにするべきでしょうか？それともただ言われたようにやりますか？いや、全力を尽くすでしょ、そんなもんは。なんだ？彼、ちょっと読む読む。彼のプレゼンは他の生徒たちを心底びっくりさせました。彼はクラスの最高点を取り、さらに千年に一人という立派な生徒であると先生に言われました。すげえじゃん。やったじゃん。それはやったじゃんだ。どうしたの？ちょっと全然
全然なんかあれじゃない？怒ってる。ちょっとご飯あげてよ。なんかピザのあれするのに全然しない。なんかもうダメだ。なんかドリンクを作れ。レンチドリンクでも作れ。もうドリンクがあるから。情熱を取り戻すとかある？もしかして。で、あー、またやったな。泡風呂に入れるか、それ作ったら。作ってる。よし、で、やる気がない。やる気がない。あ、これか、修理。酒飲んで、昼間から酒飲んで。で、何しようとしてる？あ、風呂に入れる。え？風呂に入れるんじゃないの？なんで座っちゃったの？あ、よしよし。汚いから風呂に。あ、寝ないで積み木遊びしてる。え？今日の郵便物。あ、請求書か。請求書だね。風呂に入らないと。あ、でも衛生大丈夫だな。衛生大丈夫だな。意識を失いそう。やばい、意識失う。まずい。まあ仕方ない。じゃあ寝かしとこう。で、これ修理して。ブルース。あ、ダメか。修理終わってからじゃないとダメか。で、楽しさあげる。テレビ読書。読書する？じゃあ。なんか読書。料理の本とかなかったっけ？読書。読む。グルメ。グルメさんをちょっと読もう。早送りして。はい。ちょっと質問いいですか？ハンティントンさん、J と気軽な友人として遊ぼうか。J はいい人だよ。J はいい人だからやってみていいと思う。待ってよ。本先読むけど、ちょっと待って。自分で寝れない？ご飯は、なんか食べるとか自分でできなかったっけ？ストップ。完食を過ごす。やっぱまだで、自分じゃできないか。じゃあさすがに、ちょっと早送りして。アイザック・サイタの誕生日。ちょっと待って、誕生日だって。誕生日、イベントやろう。イベント、それはイベント。ハウスパーティーでいいね。ハウスパーティーで。主催者はディナー。ゲスト。アイザック・サイータの誕生日なんだよね。ゲストに入れていいの？まあ、いいか。あ、みんな呼べる。これでいい？主催者は、まさか。エンターテイナーは、来てもらって、バーテンダーを雇う。で、サービス係も雇うと。OK。あ、イベントの開始時間ね。それこの日は、まあ、夜からにしようか。あ、でも、待って。いや、10時からやるか。10時からやろう。あ、でも、待てよ。ちょっと待って。火曜日でしょ？火曜日って、次の仕事だっけ？あ、休みだ。よし、休みだから、じゃあ大丈夫。間違えた。違う。休みだから、全然何時からでも大丈夫。あ、違うか。みんな学校なんだ。みんな学校だから、
やっぱり学校の15時からか。15時から。15時からにして、15時からで、こうして雇って、で、15時から。じゃ、16時からにするか。学校終わって帰ってきて、ちょっと、あれだから、16時からにしよう。16時から。OK。ナイス。で、一旦やめて、ブルースを聞いてもらっていいか。ブルース聞きながらあれしてんのか。聞いてる、ブルース聞いてる。で、そう。何がどうだっけ？あ、オッケー。やっと食べさせられるわ。これで、食べさせて。あ、誰か来た？誰？おまつをかけて抱っこ。で、さあちょっと、あ、これこっちか。こうして、そんなことしていいの？いや、ダメ。特にでもなんかやることなくない？夫婦のパートもまずい。バーテンダーの話、バーテンダーの話するか。どうぞお入りください。なんか盛り上がってる。シニア、いいのか？やっぱり第二の人生。クルメリオ、一応ね。なんか恐怖について話さなきゃいけないんだっけ？ゴーストと喧嘩するしなきゃいけないのか？サイトさんと喧嘩しなきゃいけないのか？なんかさ、昇進を勝ち取るために何かする？あ、料理を作ってないか、しばらく。あ、直してくれそう、なんか。え、寝るの？寝るの？今日仕事だよね。仕事寝るの？空腹、まあ、いいか、ちょっと寝て。ちょっと。ちょっと待って。お話ししてもらう。お話ししよう。怒ってんな。なんで？疲れたからか。今ディナー起きたから。どうしようとしてる？でも自分で寝れるね。ちょっとストップ。あ、違うか。なんかしようとしてんのか、これ。あ、寝かしつけようとしてくれてる？リナ。違うな。そんなことはなかった。おまつを使う。自分で寝るのできないんだっけ？できるか？こっち寝る。寝る。話してる。本読んでほしいってなってんのか。あ、本読んでほしいって言われたのに行っちゃったみたいな状態になってる。ほら。あ、ご飯作ってる。食べ物を食べる。オッケー、食べてる。なんかしなきゃなっていう感じよね。もうすぐあれか。もう出勤の時間か。ご飯食べてちょっと休んだらもう出勤って感じだね。これも片付けて。ご飯食べ終わったの？それ。食べ終わってなくない？ちょっと。なんでいろいろそこに座るの？あ、やばい、出勤。ちょっと待って。
出勤して、仕事行って、ちょっと食べても大丈夫？え、ちょっと待って、咲いた、ん？何？なんて？咲いたちゃんが学校から帰ってきた。冷蔵庫の段にスペースを作る必要はありません。彼の成績は至って平凡です。平凡ですときた、平凡ですときたか。まず宿題じゃない？悲しいの？なんで？なんで悲しい？大切な誰かを苦しむ、やっぱあれか、苦しむっていうのは芸術について語る、あ、芸術について語りたい、芸術について語れない。なんかみんな不快なんだけど、あ、帰ってきた、汚ねえな、汚ねえのが帰ってきた。ちょっとちょっと、そう、風呂入ってほしい、風呂入ってほしい、すごい風呂入ってほしい。もう衛生がまずいよこれ、もう臭すぎて誰にも寄ってこないぞそれ。で、宿題してる？宿題してるね。あ、出勤室、出勤、出勤、オッケーオッケー、出勤して、宿題が終わったら話しよう。宿題、あ、来た来た、なんか寄ってきてくれた。オッケー、宿題やった。で、芸術について話したいね。うちは寝た、うちは寝たって何？この二人の間に何かあるの？謝罪する、なんかやっぱり何かをした？スーパーピンチョウェイブチャベン。謝罪するって何？なんで？泣いてる泣いてる、ちょっとなんとかしてくんない？リアム、あ、ディナハルがなんとかしてくれそう。あ、もう行っちゃった。眠いか、眠いならこっち寝よう、寝な。で、ディナハルが何をしようとしてくれてんだ？お風呂に入れる、そうかそうか、オッケー。で、ゲームしたがってんね。テレビゲームスキルを上げる、オッケー。やっぱあれか、真実は人の心を解放するものです。おそらくディナハルはいい仕事をしているのですが、それを証明する方法があります。成績評価をお願いするか、自分の活動を見せつければ自分ができる人だと証明できるでしょう。作成、作成されたオブジェクトをクリックして作品を見せびらかす。ディナハルは絵を描けるの？描けない、不愉快すぎて。不愉快なんで？あ、疲れすぎててか。はいはいはい、寝よう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 。もうテレビゲームどこの騒ぎじゃないでしょ、寝よう。で、チミもチミもちょっと待って、チミも寝る、チミもここで寝る。あ、寝れないの？なんで寝れないの？居眠りしかできない、まあ、いっか。あ、誕生日だからか。もうすぐ誕生日会？違うか、あれ今日じゃないか、明日か。居眠りしよう、居眠りしよう、もうみんな寝ちゃったから。ダハルと仲良くしたがってる。じゃあ明日誕生日だけど、何の音楽流れてんの？あー、ゴミやばい、ゴミやばい、みんな寝てる、寝てる、楽しさやばい。で、仕事服やばい、みんな寝てるから進みが早い。あ、起きたな、衛生がまずい、なる衛生がまずいぞ。騒音、これがダメか、消しますよ、ごめんね。あ、なんかいるのか、ここに。話しかける？え、モンスター出た、モンスター出たって。
これ起こさなきゃダメか。起きて起きて起きて。モンスターのにスプレーかけよう。モンスターにスプレーかけてあげて。どこにいんの。あ、間違えた。ちょっとカーペットもいらないか。ちょっといらない、カーペットいらない。あ、なんか電車に興味が湧いてる。なんだなんだ、どうしたどうした、なんやってんの。リモコンをいただしてる。どう、あ、元気になった、よかったよかった。臭い。何かが臭いってご飯元気、称賛する、称賛、称賛しよう。まだ絵は描けないのか。あれ臭いぞ、自分が臭いぞ。称賛するのはいいが、風呂だ。シャワービル、思いにふけながら。アイディア。元気。これさ、赤いのは、思いにふけながらシャワーに入ろう。ひらめいてるぞ。ひらめいてるときにさ、これタブレット。これは何にもできないのか。食べた？間違えた。で、うん、で、トーソン戻してあげて、え、なんかゲームしたがってたよね。シャーニューフ。びっくりスポーツやろじゃん。もうゲームしよう。で、お話できる、お話。おもちゃについて話す。話しながらゲームできるよね。ちょっとこれ消して。立ちすくんじゃったな、立ちすくんじゃった。スーパーヒーローについて。話しても聞いてもらえないっていうことに対して怒らない？何これ、なんだかわかんないけどすっごく美味しかったって言ってる。新しいこと覚えたのか。おまる、そうだ、おまるやんなきゃ。あ、でも喜んでる。で、シャワー入ってる。もういいでしょ、衛生。よくって、朝食をとる。ピーナッツバターのサンドイッチ食べよう。飲み物、フィットネス。元気、トレーニングかコーヒー。コーヒー飲めるの？また芸術について話さなきゃダメか。で、もう結構夜だったのか、実は。で、待って、宿題やんなきゃじゃない？宿題、宿題。これ宿題、やったっけ？あ、宿題やったか。なんでここにこれがあんの？ひらめいてるときにこれできないの？これは誰が使えるの？絵描けないし。称賛しよう。ひらめいてる。バランスの悪い食事、そうなの？まずいな、それは。とても不快、なんで不快になっちゃった？ちょっと早送りして。
帰ってきた。おかえり。おかえり。スキルが上がるまでやって課題やったよね。今日の宿題。宿題やったね。ああ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 、ちょっと待って、ちょっと待った。修理じゃない？これはさすがに修理じゃない？先に。あ、でもトイレやばい。大丈夫でしょ？修理。修理するまで。お、タゲは無芸。ディナハルはあちこちでハンマーで釘を打ち続けるのが得意でないです。ディナハルはこの自虐行為をやめて、自分は器用さが必要なことが嫌いだと認めるでしょうか。器用さが必要なことが嫌い。難しいな。器用、ダメでしょ、それは。で、トイレでしょ、トイレ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 。トイレ行かないとやばい。で、空腹もやばいけど寝る？先に。ちょっと待って。ここで寝るしかないのか。トイレしてるね。トイレして。この人は少し上がってきたけど。まずあれか。ご飯。あ、ちょっと待って。修理、あれ？修理できてないんだけど。修理できてませんよ。修理してください、頑張って。よしよし、スキルレベルが上がった。よし、治った。よし、飯だ。料理料理。ガーデンサラダでよし。本を読もうとしてた、今。ご飯作って、ご飯食べて、で、ディナは何やった？ん？ディナ、あ？今誰これ？ディナだよね。ディナ寝てること、え、風呂で寝てる。やばい、風呂で寝てる。ディナ衛星はこれ上がってんの？これこっちでちょっと飯作ってるか。頑張れ頑張れ。よし、食べて、ご飯食べて、このままで行くと、ちょっと待って、このままで行くとまずいな。寝ないと。寝よ寝よ。ちょっとでも寝ないと学校がまずいでしょ。で、今日誕生日だよね。誕生日だよね。よしよし、起きたか？起きたね。オッケー。で、ちょっとトイレ、トイレ、トイレしな。トイレ、トイレ、トイレ、トイレして。忙しいですね、とっても。で、料理する。チャプチェ作ろう。チャプチェ作って、ちょっとこれ人数分作るか。ちょっとチャプチェでファミリーサイズを作ろう。なぜか誘惑的です。S ポップ聞きたいって言ってる。S ポップね。はいはいはい。S ポップ。はい。流してあげて。で、ご飯作りな。これなんだ？え？緊張してる？あ、やばい！請求書払わなきゃ。ちょっと待って。ディナー。ディナー、その後にさ、請求書払わなきゃいけない。なんかあんまり手切らなくなった。上手になってる。ご飯作るの。あ、あっちょ。そうでもない。そうでもないか。そうでもない。Okay、それ食べて、食べて、聞きながら、そうそう、聞きながら食べて。6時か。ちょっと待てよ。あ、トイレ行くか。トイレ行って、で、今のこの作ったやつを食おう。この、これこれこれ、これを取る。
え、トイレは行っていいのに。ちょっと待って、トイレは先に行っていいのに。まあ、いいか。ストップ。で、請求書、あ、払うね。そう、寝る前に払って。請求書来てるから。食べる？食べない？食べてる？食べてるね。食べて、OK になったら、エスパップ嫌いなんだよね。OK、分かった分かった。じゃあこれを違うやつにしよう。違うやつに。違うやつ。キッズラジオしようじゃん。寝た。よし、寝た。で、学校、もうすぐ、学校。トイレ行って、トイレ。トイレ行って。これ今何流れてる？キッズラジオなってんのか。ここでトイレ行って、学校。ちょっと待って、ディナーハル。ディナーハルは学校大丈夫かな？大丈夫か。宿題やったっけ？違う違う、宿題やったっけ？やったね。大丈夫かな？そろそろ起こした方がいいか。そろそろ起きて、あ、なるほど、起きて。学校ですよ。学校、よしよし。学校に行ってもらって、よしよし。で、みんな学校。学校行って。まず学校。学校でしょ。なんでパソコンの前に一緒に行って。そうそう、学校行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。で、なる、学校行ってる。で、寝てる。で、二人とも寝てんのね。で、料理作った方がいいね。マカロニチーズ一人分作ろう。コーヒーをまず飲みたいです。で、なんか怒ってるか？大丈夫か？有能なコック。料理の準備って何？ちょっといいんじゃない？え？落ちないだと？いいじゃん。で、これさ、あ、どうした？ハンティント、あ、ジェイ。一緒にいる時間とても楽しかった。そう、ジェイはね、いいやつ。とってもいい人。どこ行くの？あ、片付けてくれる？違うだろう、片付けだろう。そこは、これも。片付けて、飲まないの？あ、まずそれしまってね、冷蔵庫にね、そうね。ディナハルとかサイタちゃんとかの栄養バランスが悪いって言われちゃったからね。え、片付けて。ディナ。片付けして。これも片付けて。そう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 。そうそうそう。こっちにもなんか片付けるのなかったっけ？これだ。これも片付け。大学生だ。非常にお腹が空いてる。あ、なんか、あ、乗せちゃった。非常にお腹が空いてる。オッケー。違う。食べ物さ、これを、こ
これってさ、ちょっと待って、違うな、これ食べれない自分で。あ、食べれた、よかったよかった、えらいえらい、自分で取れた。食べて、あ、食べた。あれ今持ってきたやつどこ置いた。今自分で取ってきたよね、食べ物。あ、食べたのか。あ、食べてる食べてる、いいね、食べてる食べてる、頑張って食べな、ちゃんと食べなさい、ちゃんと。そう、これちゃんと食べなさいって言うってできないの？できないか。食べてる？それ食べ物で遊んじゃいけないんだよ。食べてるね、よしよし、食べ物で遊ぶのやめなさい、やめなさい、食べ物で遊ぶのはちゃんと食べなさい、よし食べてね。すごい量だけど、で、リナにお風呂入れてって、お風呂入れてって。リナお風呂入れてあげて。すごいことになってるか、お風呂、お風呂、お風呂。どうしたの？ねえ、リナさん、カーター・オリバーさんってすごく素敵ですね。今度遊びに誘ってみるべきでしょうか。心ゆくまでに、それは。お風呂入れてあげて。汚いから。あ、いいね、お風呂だ。よしよし、お風呂だ、お風呂だ。で、今日はね、夕方から誕生日会だからね。綺麗にしてね、ちゃんとね。よしよし。スキルを向上。ドリンクを作る。そうね、ドリンク作んないとね。やべ、ゴーストと喧嘩ができない。いいね、笑い声がなんかいいね。本当に幸せそうな笑い声するね。体力限界、ちょっと寝ないとまずいな、本当に。寝ないと、ところ夕方までのあれに元気になった、よし。え、君は元気かもしれないけど寝ないとダメですよ、そのね。よし、はい、寝てください。あ、でもダメか。一人、あ、寝ちゃっちゃダメ？誰も大人がいないからみたいなことになる？いけるか？大丈夫か？じゃあ遊ぼう。で、これ、これできる。なんだろうか。なんだろう。タワーを作る。頑張れが移動スキルが。あ、おまるの練習すればよかった。あ、でもダメか。立ってもらわないとまだおまるができないのか。じゃあということで、じゃあ夕方もあともう2時間もすれば2人とも帰ってくるから、サイタちゃんとディナハルが帰ってくるか、そしたら今度は、アイザック・サイタの誕生日でね。ということで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。あとこれ次回、あれだね、ちゃんとしてあげるか、それかサイタさんが帰ってまたここに来てくれたタイミングでディナーは喧嘩をしなきゃいけない。それもちょっとやってみたい気がする。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから。コントローラーを握る。でもいつも。お母さんは似ていてばかりで、俺を